宣伝で見て期待したのに最後の最後でこれかよっていう風にですね、ツッコミ入れたくなるのは私だけでしょうか。はい、まあご愛嬌なんですけれども、ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画紹介ということで、こちら地獄の謝肉祭をお送りします。この動画では過去の優れたゾンビ映画に注目し、その作品の見どころや魅力を紹介していきます。今回はカニバリズムをテーマに、ベトナム帰還兵が食人の恐怖を伝染させる80年代のイタリア・スペイン合作ホラー映画のあらすじやおすすめポイントを紹介し、その魅力を語っていきますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、以前このチャンネルで80年代のゾンビ映画の予告編をね、紹介する動画があったと思うんですけど、でこの、それがね、この地獄の謝肉祭の予告編を、紹介したわけなんですけれどもね、まあ、このピチョンピチョンっていう効果音とネオンサインのようなね、タイトルロゴに胴体にぽっかり穴が開いた男の映像で、一度食った忘れられないっていうセリフがね、印象的で、これがね、もうめちゃめちゃ不気味で、この宣伝がですね、私この CM を見たことでですね、トラウマになってしまいまして、うわきっとこの地獄の謝肉祭ってグロい映画なんだっていう風にですね、もう思ってしまって、もう見ることができなかったわけなんですよ、今の今まで。で、実はね、最近この DVD を、まあ、購入したんですが、もうためらってですね、もう見ることができずにいたんですけれども、まあ、今回ついに、見ることができたので、紹介したいと思っております。地獄の謝肉祭は1980年にイタリア・スペイン合作で制作されたホラー映画、監督はアントニオ・マルゲリーティ。あらすじなんですけれども、冒頭ベトナム戦争でジャングルに潜伏するベトコンを襲撃するアメリカ兵のシーンから始まるんですけれども、部隊を率いる隊長ノーマンは部下のチャーリーとトミーが地面に掘られた穴に囚われているのを発見するんですけれども、2人がですね、こう空腹のあまりベトナム人の死体の肉を食べていたんですね。でノーマンがですね、2人に対して手を差し伸べると、おもむろにトミーがそのノーマンの腕にガッと噛みついてしまうんですね。で場面は変わって、ノーマンはベトナムから退役してですね、妻と暮らしていたんですが、まあ、夜な夜なその、ベトナムで腕をですね、噛まれてしまう夢に悪夢に悩まされていたんですね。でまたノーマンにはこう肉を見るとですね、人に噛みつきたいという欲求が抑えられないっていう悩みがありまして、まあ、そのことひっそり悩んでたんですけれども、まあ、隣の家に住むですね、少女にもですね、もうこっそりこう会って噛みついてしまったりもしてたんですね。まあ、そんな時ですね、精神病院に隔離されていた、チャーリーが病院から外出許可を得て、まあ、街をうろついているんですね。で映画館に入ったチャーリー、映画館で映画見てると、まあ、その映画っていうのがですね、ベトナム戦争をテーマにした映画なんです、戦争映画なんですけれども、まあ、隣の席に座ったカップルがおもむろにこうイチャつき出しまして、そのイチャつくカップルを、目の当たりにするとですね、チャーリー興奮してあろうことか、その突然カップルの女の肩に噛みついて肉を食いちぎっちゃうんですよ。でまあ映画館をですね、さーっと足早に逃げていってですね、ショッピングモールに最終的に逃走していって、そこのモールにいた警備員を殺してまたその肉を食らい、または銃を奪って立てこもってしまうんですね。でさらには警官隊もその現場に駆けつけて、ショッピングモールを取り囲みます。でこの事件を聞きつけたノーマンはですね、現場に急行していって、警部に頼み込んでチャーリーを説得することになるんですよ。でまあチャーリーは説得に応じて、まあ、こう投降してきて、まあ、警察に捕まって再び精神病院に隔離されると、まあ、そこにはですね、先ほどベトナムの映像に映ってた黒人のトミーも病院にいるわけなんですね。でするとですね、囚われてこう隔離されたチャーリーを見てトミーは突如暴れ回ってですね、女性の医師に噛みついてしまうんですね。また一方ノーマンも人間の肉を噛みたいという欲求が抑えられないということをですね、妻に打ち明けると、
まあ、妻に勧められて自らその精神病院で検査を受けることになったりします。でまた一方警察署ではですね、事件現場でチャーリーが立てこもった現場でチャーリー警察官の指を噛んだんですけど、そのチャーリーに指を噛まれた警官が突如狂い出してですね、同僚の女性警官に襲いかかって噛みつくという事件も発生するんです。でさらに精神病院でもトミーに先ほど噛まれた女性医師がですね、こうヨタヨタと起き出して病院長らしき男にですね、喉元をガッとこう噛みちぎってしまうわけなんですね。でチャーリーにたちに噛まれた人間も暴力性とカニバリズムが伝染していって、そこからさらに被害が広がり、次々とこう襲われた人が噛まれてですね、こう襲われてってしまうというところから、まあ、ストーリーが展開していくんですけれども、私ですね、まずこの動画作っててですね、皆さんに早速お詫びがあるんですけれども、この映画意を決してみてですね、いきなりゾンビ映画ちゃうやんと突っ込んでしまいました。まあこの映画ですね、この動画そもそもゾンビ映画紹介の動画なんですが、正直ですね、この地獄の謝肉祭、ゾンビ映画として紹介してよいか、まあ、迷って戸惑ってしまいますね。まあゾンビ映画というよりはどちらからというとですね、ロメロ監督のザ・クレイジーズのような感染クライシス映画とでも言いますか、カニバリズムをテーマにしながらクライムサスペンス映画のような、まあ、主人公が暴力的な欲求と葛藤しながら闘争を繰り広げていくという内容の映画なんですよね。だからですね、本当にゾンビ映画だと思って見ると完全に期待外れになってしまいますので、これ私が言うのもなんなんですけど、まあ、注意が必要だなと思っております。はい、まあ、というかですね、これ劇場公開当時一度食ったら忘れられないっていう恐怖の宣伝を見てですね、とんでもなくグロくて怖い映画を期待して映画館に足を運んだホラーマニアは間違いなく金返せっていう暴れまくるというレベルじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。まあ、正直ですね、この映画全くもって怖くもなければ残酷描写がグロくもなく気持ち悪くもないし、まあ、はっきり言うとですね、サンゲリアとか地獄の門とかビヨンドを見慣れたゾンビ映画ファンには肩透かしと言っていいほどのレベルのホラー度なんですよ。グロ度なんですよ。残酷度なんですよ。まあ、そうですね、どちらかというとロメロ監督のゾンビの方がもう目を覆いたくなるような残酷描写と言ってもいいと思います。はい、かといってですね、この地獄の謝肉祭、映画としてダサ作ということでは全くなくてですね、むしろイタリア、スペインの合作とは思えないほど、シナリオ、そしてカメラワーク、役者さんの演技、ストーリーライン、演出っていうのはですね、両作映画のそれと言っていいレベルですよ。はい、映画の完成度は非常に高いです。私が勝手にハードル上げすぎて鑑賞したのがいけなかったなというところは正直感じておりましたね。はい。ということで、まあ、この映画の魅力と見どころを挙げるとすれば、やはり、主役のノーマンを演じる、主演のジョナサン・サクソンが、この自らの心に湧き起こる暴力の欲求との葛藤を、まあ、見事に演じきっていて、迫力すら感じる演技でしたね。はい。そして妻を演じるエリザベス・ターナーも、この揺れ動く心と不安の中でも夫を信じて待つという演技がですね、素晴らしいですね。まあ、というかこの映画総じて役者の演技素晴らしくてですね、もうゾンビ映画だと思わなければ本当につい引き込まれて見てしまうという良作の映画でございました。序盤でですね、チャーリーがショッピングモールに逃げ込むシーンなんですけど、これめっちゃですね、ロメロ監督のゾンビを彷彿とさせます。特にチャーリーの犯行現場にたまたま居合わせた暴走族がですね、チャーリーを追ってバイクでショッピングモールを疾走していくんですけど、このシーンは絶対にゾンビをオマージュしてるなって感じました。はい。そしてですね、テーマ性がしっかりと感じられるのも、この映画の魅力の一つじゃないかなと思っております。ベトナム戦争の帰還兵が、日常的な社会生活に溶け込めず、カニバリズムという禁断の犯罪を犯すことで、まあ、歪んだ社会に反抗し、そして、破壊していく、まあ、現代社会に対するアンチテーゼというか、そういう風刺的なテーマをですね、ものすごく感じましたね。あとですね、この因果応報なんですよ、ものすごく。ノーマンたちがベトナムで行ってきた行為、
特にですね、ベトコンが潜んでいる村をですね、火炎放射器で焼き払うシーンがあるんですけど、やはりこの映画最後の方のシーンでは、ノーマンたちがですね、逃亡していく下水道に逃げ込んでいった中で、警官隊に火炎放射器でこう追い詰められていくところなんかは、結局最終的に因果応報で自分たちがしてきたことが全て自分に返ってくるという、まあ、皮肉をこう見ているものに、与える描写でしたね。はい。ラスト近くでですね、チャーリーの胴体に大きな風穴が開くシーンがついにやってくるんですけど、唐突にやってきてですね、宣伝で見て期待したのに、最後の最後でこれかよっていう風にですね、突っ込み入れたくなるのは、私だけでしょうか。はい。まあ、ご愛嬌なんですけれども、まあ、本当にですね、ホラー映画ファン、ゾンビ映画ファンは、こう、裏切られてしまう映画だと思うんですけれども、まあ、これもですね、やはり配給会社の日本ヘラルドにですね、やられたと、またしてやられたと、言うしかですね、言いようがないなという、つくづく日本ヘラルドはですね、日本のホラー映画ファンにとって罪作りな存在だなというふうに思いましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。正直、ゾンビ映画ではなくてがっかりはしましたが、イタリア・スペイン合作映画とは思えない良質なクライムサスペンス映画の傑作、それが地獄の謝肉祭といったところでした。はい、皆さんもよろしければ、この地獄の謝肉祭の感想をコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。起き出してくる魔物たち、息を潜めて夜の闇の中にうずくまる獲物が通りかかる時を自由